お疲れ様です、ラットです。今日はですね、こちらのババコエリゴレやっていきたいと思います。さあ、というわけで久々のねエリゴレなんですけど、エリゴレといえばもう初手エリゴレ、ヒーラー、ダクネ、ドラゴンつけてやらべてレジ打って勝ちみたいなね、あの組み合わせもね、有名だと思うんですけど、今日はねこの防衛するエリゴレです。で、現在ですね、はい、こちら世界3位の、まあ、この方と、あと世界9位のね、まあ、ドイツ人物だと思うんですけど、はい、世界3級にねエリゴレで上がられるというわけで、まあ、そこそこに強いんじゃねというので、はい、要はしっかり守るエリゴレをねやっていきたいと思います。さあ、よろしく。で、まあ、今の環境的にやっぱライトニングとかが多いから、ライドラとかねライトニングで処されると、普通にねエリゴレヒーラーだけで行って簡単に処理されてアド取られて多分大ピンチになるとかが、まあ、あると思うので、なんか無理にエリゴレは出さないですね。なんか本当エリゴレ使いってなんもう2倍タイム3倍タイムになるまでは結構おとなしいんですよ。まあ、このデッキはですね、はい、デッキマジ形によってはゴリゴリ初手エリゴレヒーラーとかでだと思うんですけど、このデッキ的にはマジで守ります。ガチガイモですね。ババコヤがね、よいしょ、そこそこに硬いんで、別に最近使われるカードでもないんですけど、いや、これ痛えな、マッスル。いや、マッスル結構痛すぎる。新鋭隊ロイフグっぽいですね。ホバザッピーオリのロイフなんで。さあ、新鋭隊ロイフってことは、まあ、ファイボ。なんで、まあ、ババコヤ防衛もそこそこに強いんで。近畿道やめてほしいな。やめてほしいな。オーケー。言うてダメージトントンですからね、これで。よい、さあ、ケツ新鋭隊。これ、まあ、最終的に2倍タイム3倍になれば、僕の方が有利だと思うんですけど、それまではね、相手のホバがめんどくさいですね。相手のホバが。なんで、しっかりトルネで早めに巻き込んじゃいたいな。なんか早めに低めに引っ張ってあげて、よいしょ、タワーの届く範囲に入れといてあげてほしい。オッケーオッケーオッケー。さあ、ですが、もう次のね、ここで豚が来ると嫌なんですよ。オッケーオッケー。さあ、小屋でね、耐えてます。で、なんか、エリゴレさ、一回話題になりましたね。なんか、海外の人かな。その、世界1位をエリゴレで取った人がいて、しかも1時間じゃないな。数時間でトロ1000ぐらい上げて、そう、トロ全然上がってなかったのに、ちょっとエリゴレで、初手エリゴレ一勝したら、数時間でトロ1000ぐらい上がって、世界1位取れました、みたいな。やべえやついたんですけど。まあ、エリゴレはやっぱね、可能性の塊なんだよね。さあ、ここは、もう鬼許容でいいんじゃないですか？相手がファイブ使ってきた。おい、このババとかもないで対応しないといけないですし。さあ、行きましょうか。エリゴレ、ヒーラー、ドラドラですね。もう形組むだけなんでね、ここからは。まあ、逆サイは、まあ、来るかわかんないですけど、まあ、タルババ、ヒースピとか、なんか軽めにね、守れたらいいなと思います。ちょっとタルババ高かったですけどね。危ないですけど。で、まあ、エリゴレも追加してあげて、ヒーラーもここ追加したいですね。基本的に組む順番がエリゴレヒーラードラドラのこのヒーラー2周目まで行きたいですね、僕は。あとホバとかはね厄介なんで、もう早めにね巻き上げの回復まで上げて、よいしょ、タルババこれやっとくと熱いんじゃないですか。エリゴレ行っちゃう。おい、いや今やる必要ないですね、俺。防衛、おとなしく防衛した方が良かったと思うんですけど。オーケー。さあ、いや気持ちいいな、めっちゃ久しぶりだこの感じ。もう、序盤耐えまくっての、後半形組んで、タワー一本折られても、当たり前にそっから逆転するっていうのが、エリゴラです、これ。エリゴラは本当にね、危ないですからね。その、一回こう、ハマってしまうと、エリゴラのこの、大逆転のね、感覚。まあ今のは大逆転というか、まあ常に別に、リードしてたというか、まあ普通だったんですけど、一回味わうと、マジで、なんだろうな、エリゴレで勝てんじゃねっていう脳になるんですよ、結局。少々悪くても、いや、エリゴレで勝てるなっていう。すべてのデッキにエリゴレで勝てるくね脳がね、生まれてしまいます。よいしょ。でも大会とかでね、エリゴレしか使わんくなるとかも、あるかもしれないんで、ちょっと気をつけた方がいいですね。マジで、エリゴレは、やばいですね、本当に。こういうのも、陸だけとかちょっときついんで、意外とこう、両サイド振られたりとかして、最初のもう1分でタワー1本折られたりとかもあることもあるんですけど、折られたとって、結局ね、2倍タイムで形組んで、ワンパンできるっていう。その、なんだろうな、ポテンシャルというか、最後の最後までね、わかんないのがちょっといいですね。あー、めんどくさい、一番嫌です。エリゴレ結構ボーラーゴリっすね。ボーラーやばいんですよ。で、今回相手スケラフリーズっすね。インフェ。
ワンチャンポイズンの可能性もまあなさそう。アチャメガゴとかのスケラフリーズだと思いますね。さあライドラ相手の陣地入んないでほしいな。入りそうだなあいつ。お入らん、熱っ。アーチャー来たらあれだけど、まあこれもライダー残ると熱いんで残ればいいなと思う。トルネードしながら、いや残りそうだな。ヤナイも打たれるって散るぐらい。いやーさあちょっとね、ボーラーバルキリーのフリーズはえぐいっすね。しかもフリーズメガゴとかで言ったらさ、相手は僕のライドラとかベビドラを溶かすことができるんですよ。そうだから、いやこれは結構難しいっすね。立ち回りが相手がやっぱボーラー割いたタイミングとかのやり頃はやっぱ熱いですけど、結構難しいラインですねこれは。さあスケラフリーズが来たらまあ適当に耐えましょうか。トルネで下げたいな。よいしょ。でまあフリーズ相手打たなきゃいけないと思うんで、打たれたら対応ぐらいでいいかもですね。うん、さあこれ攻めたいですけどね、ここでどっち行くかっていう話っすよね。こっちに行きながらのこっちにも行っちゃうっていう、この二段で、ボール早めに引っ張っちゃいたいな。よしよしよし。いや、あるんじゃない？相手フリーズしたいっしょ、これ。ババが、いや、あら、これ、ババが熱い。この、ババが残ってるから。いや、マジで、これ、来たっしょ。で、フリーズ？メガゴか。いや、ババが熱い、ババが熱い、ババが熱い。え、しかも、タルがタゲ一回取って、タゲとか変わる。オーケーオーケー、いや、これ、ゴリ熱いっす、これ。これ、結構きついと思うんですね。今の、まあ、両サイ攻め？エッチな両サイ攻めが、結構決まったと思うんですよ。ベビドラ追加とかね、いやらしかったと思うんで。いや、これでかいな。エリゴレでやっぱ両サイ攻めってあんまないんですけど、まあ、今みたいな、片方で固めるだけだと、やっぱボーラー、バルキリー、メガゴフリーズとかでやっぱ対応されちゃうんで、両サイってちょっとうざい攻めをするのも大事かもっすね。いや、今のマジで熱いな。今の、自分のびっくりするぐらい上手かったな。ジボレ。さあ、来た。よろしく。ね、今みたいなすごい理想ですけどね。こう今みたいなのがあるから、あ絶対苦しいやんっていうのにもやっぱワンチャンがあるっていう。さあとりあえず、ああこれ金起動したいな。まあ LSP 投げるってことはもうクロスぐらいだと思うんですけどね。金起動普通されたら嫌なんで、まあクロスっぽいな。ホグだったらナイトじゃなくてバルキリーとか多いんだよね最近。いやークロちゃん来ましたね。まあ、クロスはどうなんだろうな。これヒーラーがねえからさ、よくねえかな。男の許容。いやー、エリコレ生きてー。まあ、ババコヤとかで受けてもよかったかもしれないですけど。やべえ、これキングでする。やべえ、自分でした。あ、バカーバカー、せっかく、ね、キング起動される読みでわざわざ取り寝したのに。最悪だ。ちょっと行き過ぎた。まあ、そういうこともあるか。俺でも相当やべえな。キング起動は、相当やばい気がしますね。ゴリゴリの大ピンチ説があります。さあ、ババコヤ置いて。まあ、意外とでも、タルヒースピが、回転やっぱ早い。2-1 コストなんで、トルネタルヒースピしとけば、まあ、ある程度は耐えれると思うんですけど、キング起動が泣きたいでもね、正直。ガチで暇っすね。ガチの暇です。まあ、真ん中ベビー出しとくと、まあ、あの相手の防衛クラスワンチャン壊せるかなっていう。のがあります。まあ、テスラとかかな。まあ、なんも置かないで普通にマンツーパターンもあるっすね。ヒーラー出すと陸受けがないんで来るかもっすね。エリコレで来るのはちょっと怖いっすからね、やっぱ。この間ちょっともったいないっすけど、相手のアーチャーやっぱ厄介なんで。さあ、ババカイ置いて、意外と耐えれそうだな。しかもなんだこのヒーラー地味に厄介じゃないですか、相手。で、これババコ延命したいんで、ちょっとヒースピ時間稼ぎたいなっていう。おー、いや、悪くない、悪くない。しかもなんなら相手さ、いや、これでさ、ケツから形組めばいいんじゃない？なんか、ババコがやっぱ残ったりとかして、あれなんか余裕あるなって思ったら、一旦ケツ組みでいいと思うな。で、これライドラ最強なんで、ファイボテスラとかも来ない限り。これだって許容でいいっすもんね、僕。まあ、こうなるとちょっと、あれなのか。エリゴリ行って、ライドラ欲しい、マジ。ライドラね、
結構大事なんでね、やっぱ感電があると相手の奥底やれたりするんで。まあ、でもこれさ、ガチゴリ押しいけないかな。いやーマジか、めっちゃいい防衛された。いやーめっちゃいい防衛されたんですけど、ここである程度入ってくれるとダメージ量で逃げ切れるっていう。オッケーオッケー、よし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 。さあ、いい防衛されてるものの、僕もここで小屋置いてて、アド的には結構そんなね、トントンレベルなんで、よしよし。でこれ多分逆サイ来そうっすね。いや来ないか、一旦ついてくる。いやマジめっちゃいい流れ、めっちゃいい流れ、めっちゃいい流れ。よいしょ。これさ、左行ってもいい気がしたな。やべえ、このエリゴレやったかも。ごめんなさい、お願い本当に許して。ごめんなさい、俺やったかもこのエリゴレ。このエリゴレやった気がする、やった気がするけど、 OK、 これで、うん、そう、無理しない無理しない無理しない、大事大事。このデッキはね、本当に一撃で決まればいいものの、決まんない場合は無理しない。よしよしよし。やべやべ、アーチャーに至るが、危ない、空振ったかもだ。残りヒスピ地味だそう。で、相手は追いつくために、もう5削りしてますね。よしよしよし。で、もう一回ババコ開けるんで、僕は5でさ、追いつかれることなんてあんのかな。で、こっからもう3倍タイムとかなってくると、ガチの両サイ攻め完成しますね。そう、エリゴレ、あれこれ諦めの5じゃない、普通に片サイド固めるのも強いんですけど、この両サイ攻めも意外と強かったりします。そうそうそう。あー、5に一周でね、あそこ飛ばしてますね。いやー、エリゴレ溶かすないってうまいっすね、あのテスラ。うん、僕これでヒーラー行くとワンチャンガチで掴まれるんで、一旦おとなしくしてもいいですか。うん、もうあの逃げダメージ量で逃げ切るプランっすね。今の無理に追加して突破できたらできたでよかったんですけど、できなかった時やっぱ怖いんで。よいしょ。さあ、ライドラがね、あー今日でけークロス勝てるんだな。よいしょ。そう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 。やっぱ粘りのね、エリゴルですね。まあ、エリゴルでなんか、守るとか粘るってちょっと嫌かもしれないんですけど。そう。いや、もう粘りのね。いや、ババコが別に今強いわけじゃないですけど、これで戦えるってことはね、ババコが強化されたらゴリ熱いっすね。エリゴル自体ワンチャンきますよ、次。さあ、11-0 です。言いましょう。さあ、よろしく。あー、ババコ欲しかったっすね。さ、サブ2って書いてますね。強そう。うん。さ、ヒースピー。まあ、なんか、とりあえず、低コストで回しとけばいい。ほんとマジで、2倍タイムまではガイマなので、まあ、これ相手がずっと出してくれなかったらあれがやってですね。はい。お願い出さないでくれっていう。よいしょ。だ今の環境でマジで、ほぼ疲れてないカードばっかっすもんね、このデッキ。エリゴレ、ヒーラーで、ヒースピーも、別にそんな使われてるわけでもないですし、うん。なんかエリゴレとかだったらインドラとかでもね、いい気もするんですけど、やっぱライドラ、ベビドラのこのトルネ範囲攻撃が強いですよ。マジで本当に基本的にエリゴレ、ヒーラー、ドラドラ、ヒーラー、エリゴレでもいいし、エリゴレ、ヒーラー、ドラドラ、エリゴレ、ヒーラーでもいいし、まあエリゴレ、ヒーラー、ドラ、ヒースピ、エリゴレ、ヒーラーでもいいのか。まあとりあえず、エリゴレ、ヒーラー、ドラゴンの順番ですね。両サイ攻めはさっきやったんですけど、エリゴレヒーラーで、まあドラゴン右につけといてもいいんですけど、逆サイドに流したりとかでもいいですね。エリゴレヒーラー、ドラゴン、1コース、で、もう1個なんかできるのに割いて、逆サイエリゴレヒーラー。まあとりあえず2倍タイムになってくれないと始まんないですからね。うん。で、ここで、ケツエリゴレは、行かない方がいいと思いますね。うん。ケツエリゴレ行くと、なんか逆サイぶっ破されたりとかで、エリゴレ後から楽に処理されて、なんかこう中途半端で終わるとかあるんで、まあどうなんだろうな。せっかくやっぱババコあるんで、ババコを行った方がいい気がします。さあカード回しちゃおう。うん。受けから入ってもいいと思うな。ババコ置いてからの、エリゴレヒーラーっすね。よいしょ。さあ、あ、ボンバーってことは、まあ、エレージャイかな、待ってるし。エレージャイぐらいしか思いつかないですね。うん。さあ、で、ヒーラー出しながら。で、ライドラはやっぱライトニング打たれる可能性が高いんで、あんまこう出さないというか、まあ、出すタイミングをしっかり考えないといけない。あ、遅延スキルなのか。いや。これでも言っていいっすよ。絶対言っていいっすよ、もう。うん。
2周目出して、ヒーラーが、ヒースピ押し、ヒースピ押し。あとはもう祈るだけ。回復、回復して、回復して、ヒースピ飛べ、ヒースピ飛んだ？飛んだっぽいな。これは生きるんじゃないか。残ってるぞ、残ってるぞ。あー、なんで？やばいやばい。どっか行った、どっか行った、どっか行った、どっか行った。マジで、やばいけど、どっか行ったけど、俺ら、俺ら、熱、熱、え？終わりました。はい。うん。これです。リゴレ、強っ。今のはちょっと違ったバカなんでしたけど、後ろからヒーラーから入って、ケツエリゴレからじゃなくて、まあ、ユニットからね、防衛の構えしながらの、まあ、ユニット溜まったんで、橋前エリゴレつけたらね、折れちゃったよねっていうので。はい。いや、エリゴレ、マジで、サタ強いな。ポイズンが、環境ちょっと増えたのもあるし、まあ、ライトニングも多いですけどね。なんかね、いや、めっちゃいいな。なんか、順調できましたね。あっちー、これは、ウルトラが、うい、撃って、はい。というわけで今日ね、エリゴレヒーラーバーバカバージョンやったんですけど。まあ、ほんと基本的にね、守って守って、最後の始まりでね、ブッパとか、2番タイムになってからね、形組めば、意外と勝てるもんなので、皆さんもぜひね、これ、使ってみてください。